あらあら、今回じゃないですよ。今回はですね、あつ森の超大型アップデートまであとね、もう3日ぐらいなんですよ。11月5日に超大型アップデートがあるんですけども、その超大型アップデートが実装されるまであと、もう3日ぐらいしかないということなんですけども、あ、その大型アップデートですね、ベルが大量に必要になってくるんですよね。就労の数を増やしたり、ファニーの島で募金のためになんか100万ベルぐらい多分使うし、あと新格めっちゃ増えるしね、もういろんなところでとりあえずベルを使うことになると思うんですよ、アップデートで。中にはね、もうベルが全くないって方がいると思うんですよ。今もう ATM 見ても100ベルしかなかったみたいな、貯金100ベルしかなかったみたいな視聴者さんもね、いると思うんですよ。全くお金がない方いると思うんですよ。ということで、今回じゃない、今回そんな方のために誰でもできる大型アップデートに必要なお金を簡単に効率よく稼ぐ方法、8000ぐらい、また曖昧だな、8000ぐらいって。これを見たらね、もうね、1分で億万長者になれる可能性があります。すいません、ちょっと盛りました。1分で億万長者は無理なんですけど、ま、結構ね、お金がゲットできるんじゃないかと。いた！さあ、ということで、まず1個目の稼ぎ方。株をする！まあ、株のやり方はみんな知ってると思うんですけど、日曜の午前にですね、島にこのように、売りっていう方が出現するわけですね。鼻水垂らしやがって。109ベル、嘘でしょ。1株109ベル高くね、ちょっとそれ。90ベルぐらいが良かったんだけど、109ベルか。高えな。高えな。ちょっと、これ高すぎるわ。高すぎるから、一回日付変えてくるわ。まあ、もしね、時間変更なしで、株価がクソ高かった時、他人の島で株を購入するっていう手もありですね。うん、自分の島の株だけだって時は、友達の島で株を購入するのもいいかと思います。家の前にいた。起動したら家の前にいた。さあ、いくらだ、株価いくらだ ?90 メルぐらいにしてくれ。ギャーま、99メル、まあ、さっきより安いからもう買っちゃうか。もっと買おう、いっぱい買おう。今日株2匹は30万ベルぐらい費やしたろ、マジで。よーし、株に25万ベルぐらい費やしたぞ。さあ、これでボロ勝ちするぞ。ここから日付をずらせる方はずらしていきましょう。まずは月曜の午前結果見ていきましょう。これ午前と午後があるんですよね。で、土曜日までに株を売らないと株が腐るので皆さん注意してください。1週間経つと株腐るんで。で、時間操作してる人はですね、時間を戻してしまうと株が腐るので注意しましょう。でですね、株価予想ツールっていうのがあるんですよね。説明欄に貼っとくんですけど、このようにね、なんか誰かが作ったガチのサイトなんですけど、この株価予想ツールっていうのを使ったら、だいたいどの辺でね、株を売ればいいのかっていうのがわかるんで。さあ、まず、月曜の午前、結果は？ああ、もうこれでお得ですからね。これで売ってお得だよ。1株107ベル。1株107ベルだったので、こちらの株予想ツールで、ここ月曜の AM って書いてましたね。午前に107ベル、こう打ってください。そしたらなんか予想がいっぱい出てきますね。まあまあ、まだわかんないね。まあ、月曜の午後でございますさ。先ほど107ベルでしたが、こういう今の株価。121ベル。今こういう感じ、もっと上がるんじゃない？これ結構いいんじゃない？この感じ。いいんじゃない？これ多分知らんけど、株初心者だから全然知らんけど。さあ、火曜日の午前の結果、139ベル、いいですね。いいですよ、かなりいいですよ。ほら見てください、今どんどん今来てる。うおー、上がってる上がってる。どこでやろうかな。でもまだ上がるんじゃない？火曜日の午後でございます。さあ、どうでしょう？おお、143。ここら辺が限界だな、多分。株価予想ツールを見ても、この後ね、ほら見てください。株価ドーンって下がってるんですよ、ほら。た方がいいんじゃないですか、これ。はい。25万ベルから35万ベルになったっていうことで、まあ、大成功ではないけどね、今日の株。大成功じゃないけど、10万ベル増えてますからね、10万ベル増えてるんで、結果得はしていますね、一応。いらないものを売る。やっぱね、もう、あつ森ずっとし続けてたらね、家の収納だらとかにね、こう、いらない家具とかがいっぱいあると思うんですよ。俺で言えばね、このどっか、この企画のために全然注文しまくったコーンとかいらないから、こんなに土管マジで。こういう土管ね、いらない家具とか売ったら結構ベルになると思うんですよね。土管いらないね、こんな売っちゃいましょう、これ。ドスも無駄に多いんで、こういうのも売りましょう。いらない。あー、いくらになる？おー！家にあるいらないものを売るだけでこちら、8010ベル！あ、しかもマイル！しかもマイルも貯まる！最高じゃないですか！ベルも貯まってマイルも貯まる、最高だ。化石を売る。まあ、スコップでね、穴を掘ったらたまに化石が出てくる時があると思うんですよ。このようにベルじゃないのよ、今欲しいのは。このようにだからベルじゃないの、今欲しいのは。このようにやっと出てきた。化石がね、たまに地面から出てくる時あると思うんですけども、これを売っても結構な金になります。注意するべ
璧点はですね、このまんま売らないでくださいね。このまんま売っちゃダメだから、化石の状態で売っちゃダメだからね、皆さん。このね、博物館で風太に鑑定してもらった化石を売りましょう。化石の鑑定。風太さんお願いします。めっちゃ驚いてる。これは負けなく、メガセラップスの出発っすね。ああ、これいくらになるか。3000ベル、俺1個。1個の化石を売るだけで3000ベル。やったー、ガッポガッポだ。へへへへ。離島ツアー。離島ツアーに行くっていうの結構いいんですよね。ちょっと今回マイルがもったいないんで行かないんですけど。行けやって話だけど。ちょっとマイルがもったいないんで行かないんですけど。離島ツアーはね、サメ島とかあるんですよね。サメしか釣れない島だったりとか、サメ島っていうのがあるんですよね。矢を叩いたらお金しか出てこない島とか、そういうレアな島とかにたどり着いたら利益を得ることができると思うんで、離島ツアーに行くのもありかと思います。フルーツを売る。フルーツを売っても結構ベルになるんですよね。思ったより、こういうヤシの実とか結構売ったらね、5000ベルくらい行くと思うんですよ。まあ今適当に拾ってきた果物を売ります。さあこれでわあ300ベル。フルーツを大量に取ってきて売ったら結構なお金になるんで、これもねまあまあおすすめな稼ぎ方ですね。6鉱石を売る。まあ岩叩いたら鉱石が出てくるのはみんな知ってると思うんですよ。あーそう、たまにね1日1回岩からこのようにベルが出てくることもあるんでね。あーやった、ガッポガッポだ。ウェイ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 。今岩から出てきただけの鉱石を売ると7300ベル。まあまあ普通ですけど、まあお金になりますね。7虫や魚を売る。で次に虫や魚を売っても結構なお金になります。今釣ってきました、このように。今釣ってきました。雨、ジンベエザメ、マンボウ、リュウグウノツカイ、ノコギリサメ、イトウ、ドラド、チョウザメ、ヘラクレスオオカブト、今全部これ捕まえてきました。はい。さあこれを売ろうとするとなんと11万ベル。売らないよ、さすがにもったいないから売らないけど、まあ、このようにお金になるということで、お店に見せびらかせんのこれ。いきなりさ、お店の中でサメなんて見せびらかしたら万目吉とつぶ吉腰抜くぞ多分。普通や。落ち着いて拍手してるね。はい。ペイドンハッペイドンハッハッペイホッハッアハンドンパッハハウウおい。